はい、どうもこんにちは、ゆうです。今回はね、チャンネル登録者数がね、1000人突破ということで、動画を撮らせていただいてます。ちょっと今更なんですけど。今見たら1200超えてて。もうね、いつも遅いから撮るの。で、Twitter ではね、先に、1000人突破することができました。ありがとうございますっていう、まあ、ツイートをさせていただいたんですけど、まあ、動画ではね、まだだったんで、動画を撮らせていただいてます。本当にね、もう1000人超えるなんてね、思ってなかったし、まだね、だって、4ヶ月、5ヶ月経ってないぐらいなんでね、もう、そんなんでいけるとね、本当思ってなかったんでね、もう感謝しきれないです。本当に、ありがとうございます。はい、今後の方針としてはですね、まあ今までとそんなに変わらないんですけど、まあ前も動画で言わせていただいたんですが、トレクルを通してね、みんなと知り合えたというか、まあ動画見てる方多いと思うんですけど、まあトレクル以外で、やっぱり動画を出して楽しんでもらいたいっていう気持ちがありまして、まあちょっと、まあ最近ね、モンストもやり始めて、まあもともとやってるんですけど、とかね、なんかこう、他にパソコンのゲームをね、やったりとか、まあ、定番で言ったら、マイクラとか、ショボンとかね、青鬼とか、まあ定番はあるんですけど、まあ、どれにしようかまあ迷ってるんですけど、まあ何かね、トリクル以外で、こう見て、笑っていただけるようなというか、楽しんでいただけるようなね、動画を何か作れたらなと思っております。で、500人突破の時だったかな、1000人次行ったらもう次こそはプレゼント企画やりますってもう言っちゃったんで言っちゃったんでやりますプレゼントということで、何プレゼントするかって、まあそんなね、BOB とかもうそういうね、高価なものはもう買えないです、ごめんなさい。なんでまあちょっと余ってるっていうと言い方悪いんですけど、マネージャーって言うとあれだけど、まあちょっとアシスタントのね、シュンって言うと思うんですけど、まあちょくちょくね、動画出てると思うんですけど、まあシュンが自分でゲーセンで撮ったやつで、まあ、余ってるやつがあるということでね、それ景品したらどうっていう風に言ってくれたんで、まあそれをね、まあ景品にしていこうかと思います。てかまあ一緒に撮り行ったんだよね、多分ね。一緒に撮り行ったんだっけな。ちょっと覚えてないけど、多分一緒に撮り行ってっていうやつなんだよね。だからまあ一応思い入れはあるというか、まあアマゾンとかでね、買ったわけじゃないんで、大事にしてほしいです。そんな価値はないかもしれないけどね。価値はないかもしれないですけど、もしね、当たった方は大事にしても欲しいですね。で、プレゼントするのは、こちら。まあ、多分ね、画像バッて出てると思うんですけど、まあ、ロビンのね、ジーンズフリークのやつですね。はい、色はね、赤です。まあ、ちょっとね、俺ロビン持ってたし、まあ、シュンも持ってたし、まあ、いいじゃんっていう感じで。じゃあ、撮るんだよって話なんですけど。まあ、そちらをね、プレゼントしていきたいと思います。で、応募方法に関しては、抽選でやっていこうと思うんですが、トリクルのね、フレンド募集もやっていきたいと思っているので、まあ、同時募集という形でね、やっていきたいと思います。で、募集に関しては、ツイッターの方でね、やっていこうと思うので、ツイッターで、まあ、チャンネル登録していただいて、フォローしていただいて、で、まあ、このね、動画を共有して、ツイッターで、俺がつぶやいてると思うので、まあ、そちらに、まあ、リプライしていただければと思います。フィギュア欲しい方は、フィギュア欲しい。で、フレンド募集の方で、フレンドになりたい方は、フレンドになりたいっていうことで、ID を載せてください。ここは重要ね。ID 載せてください。ID。以前ね、フレンド募集した時に、3、40人くらいね、フレンドになりたいよって、言ってくれた方がいまして、で、まあ、募集したんですが、ちょっとね、ID 漏れがね、結構いて、またこっちからリップ送るっていう、ちょっとね、手間になっちゃうんで、で、まあ、今回ね、それほど多いかわかんないんですけど、ちょっとね、ID 漏れ忘れないようにお願いします。で、もしね、ID 公開したくないよっていう方いらっしゃいましたら、まあ、メールの方でね、でも、まあ、いいです。まあ、できればね、リプライがいいかな。リプライ順に、こう、番号つけて、アプリかなんかでね、抽選、バーってやって、ポンって出た数字を、まあ、下から番号つけたやつで、選んでいこうかなって思ってるんで、まあ、できればリプライでお願いします。できれば。はい。ということで、まあ、さっきも言った通り、まあ、応募方法の確認なんですけど、ツイッターで、つぶやいてるので、それに、リプライという形で、フィギュア欲しい方は、フィギュア欲しい。で、その後に ID かなんか載っけていただければ、まあ、応募という、
こちらも認識で、させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。で、フレンド募集の方なんですけど、もう枠がね、ごめんなさい、15しか開けられなかった。ごめん。で、あと、まあ、これもルールの一つなんですけど、まあ、2日以降、まあ、2日3日経っちゃってるとごめんなさい、ちょっと切らせていただきます。ちょっとね、枠をやっぱり開けときたいので、できればね。まあ、やってない方よりもね、こう、熱が入ってやってる方優先でね、フレンドになりたいと思ってますので、まあ、俺どうこうとかじゃなくてね、うん。まあ、だから、皆さんとね、こう、フレンドになりたいと思ってるので、もちろんランクも関係ないです。フェスゲーム持ってなくてもいいです。もう、その辺は全然関係ないです。なので、弱くてもいいので、弱くてもって言うとあれだけど、うん。弱いからフレンド募集してるけど、応募まずいかなとか思わずに、もう全然もうバシバシ来ちゃってください。全然気にしなくていいです。俺もね、そんなこと気にしてないし、それよりもこう、いつも見てくれてる方とね、フレンドになって一緒に楽しんでいきたいという気持ちがね、一番大きいので、見てくれてる方ならね、誰でも大丈夫です。で、次はね、1500人くらいかな。いや、2000で行こうか、2000。2000くらいかな。500で刻むのよくないね。どうせ500で刻んだところ俺1800ぐらいになってやってやるから1500人突破しましたっつって。遅いわっていう。だから2000ぐらいかな。2000にしようか。いつなんだろうね。って言ってこの前も2ヶ月後ぐらいにね、こうやって出せてるわけだからね。2ヶ月前ぐらいだよね。すごいよね、本当にありがとうございます。はい、ということでね、まあ、いろいろペチャペチャ喋りましたが、終わりにしたいと思います。で、発想に関してはね、旬が責任持ってやってくれるそうなので、お前やれよっていう、お前さんだよだろって話なんですけど、アシスタントのね、旬がやってくれるそうなので、まあ、ちょっとやりとりそっちになるか、ちょっとまあ俺がやるかわかんないですけど、まあ、旬にもね、感謝してほしいです。皆さんにもね、皆さんっていうか、まあ、当たった方ね、当たった方は、まあ、お礼を言ってあげてください。俺も助けられてるのでね。ということでね、終わりにしたいと思います。みんなとね、なれるかわかんないですけど、ちょっともう今後、例えば、2000人登録者数ね、2000人突破した時に、また、フレンド募集できるかってなったら、ちょっとね、毎回、同じ数できるかわかんないし、多分できないと思う。多分次5人とかってなっちゃうと思うんですけど、まあ、期間によると思うんですけど、毎回ね、フレンド募集できるわけじゃないので、まあ、なりたいよって、心からね、思ってくれる方はね、お早めに、なりましょう、ぜひ。やっぱ、登録者数が増えれば増えるほど、やっぱり、倍率ももしかしたら上がるかもしれないし、なかなかね、やっぱりなる機会っていうのは減ってくると思うので、まあ、ぜひぜひね、今回、枠をね、設けたので、なりましょう。ということでね、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。